日本千葉県市川市平田平田は、千葉県市川市にある地名。現行行政地名は、平田1丁目から平田指定目。郵便番号は272-0031。2010年1月7日現在の面積は0.517平方キロメートル。市川市北部に位置する。町域内は、住宅街となっており、北部に、国道14号、中央部に、JR 総武線。 地域の北端に隣接して、京成本線が通る。2018年には、地区西部に、東京外環自動車道が開通、市川中央インターチェンジが設置された。北部は、大正年間に、松の自然林を生かした、邸宅街として開発された区域である。東は八幡南は和田、西は日田、南は大和田、北は菅野と接している。二丁目に、 市川郵便局、2丁目に近接して、京成電鉄本線菅野駅、3丁目に、私立平田小学校、県立市川工業高等学校、4丁目に、小松川信用金庫市川南支店がある。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、平田市の17の6の地点で28万2千円、平方メートルとなっている。 辺り一帯が平らで広い地形であったことから平田と呼ばれた。都市化により市川市では緑地の減少が進んでいるが比較的宅地化の進行が早かった市街地の市川サスに黒松が残存している。平田二丁目には平田緑地と通称される0.7ヘクタールの黒松林が保存されている。平田緑地は諏訪神社の車窓と 個人所有の土地からなっていたが、1979年11月に個人所有の土地にてマンション建設計画が持ち上がった。地域住民によるマンション反対運動の末、都市計画審議会は1980年12月に都市緑地保全法に基づいて平田緑地を千葉県発となる緑地保全地域への指定を決め、1981年3月に 千葉県知事が正式に告示した。平田緑地のように周辺より3から5メートルほど標高が高い丘が市川佐々に点在し、地域では山と呼ばれている。2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。